延山宇宙電波観測所、延山宇宙電波観測所は、日本の電波天文台。長野県南作郡南木村に位置する、国立天文台延山に設置されている。正式名称は、自然科学研究機構国立天文台、延山宇宙電波観測所、英語略称安藤。2015年3月までは、太陽電波観測を担当する、延山太陽電波観測所が、 同じ敷地内に設置されていた。同観測所の廃止後、一部の観測機器が宇宙電波観測所に移行されている。宇宙電波観測所と太陽電波観測所を総合して、延山電波観測所あるいは、延山地区と呼ぶ。地元では、延山電波天文台の愛称で呼ばれる。この観測所は、東京大学附属東京天文台天体電波。 研究部の観測施設として設立。開設当初から全国大学共同利用観測所として運営が行われている。現在活躍する日本における多くの電波天文学者の生みの親となった観測所。また水卓 VLBI 観測所によるベラ計画宇宙科学研究所による宇宙空間 VLBI 計画 VSOP。 アルマ望遠鏡計画などが延山から生まれた。この地における太陽電波観測が始まったのは、西を八ヶ岳山麓、東を秩父山地に囲まれ、放送電波による電波ノイズが少ないことと小海線等を活用できることによるアクセスの良さ、さらには、新州大学の実験農場等があり、解説に関して、新州大学等から協力を得て行われることに、 なったためである4 5ルミリ波望遠鏡。これまでにこの電波望遠鏡を用いてたくさんの分子が検出され同定された。1981年に完成した合計4 5ルの電波望遠鏡。波長が数ミリの電波を観測する電波望遠鏡としては世界最大級である。1996年に ベアーズと呼ばれる25素子受信機が搭載され、一度に25点を観測する高速マッピングが可能になった。近年では、オンザ・フライと呼ばれる観測領域を装填しながら、短時間間隔でデータを取得する技術が実装され、マッピングのスピードと精度を大幅に向上した。いくつもの新生間分子、原子性周囲のガス円盤、ブラックホール存在の証拠の発見など、 世界的に重要な観測成果を出し続けている。2017年6月 IEE、e、より IEE、e、マイルストーンに認定された。2022年3月をもって共同利用を終了する予定。ノープ様々な周波数を用いて太陽の電波を計測することを目的とした電波計でそれぞれ1、2、3.75、9.4、17、35、 82GHz の7周波数を持つ観測装置からなっている。太陽表面の爆発のメカニズムの解明に向けた観測を行うことが主な目的である。またこれら周波数帯の電波は航空機、携帯電話基地局、静止通信衛星、船舶レーダー等からの懇親を受けているため、周波数帯ごとにバンドパスフィルタの追加や観測周波数の変更により、 観測性能を確保することも行われている。2015年3月31日の太陽電波観測所閉所に伴い、運用は宇宙電波観測所に関され観測を継続している。周波数の変更例、3.75GHz、3710MHz プラスマイナス 5MHz3560MHz プラスマイナス 5MHz、3870 メガヘルツプラスマイナス5メガヘルツ3440メガヘルツプラスマイナス5メガヘルツ9.4ギガヘルツ9400メガヘルツ9310メガヘルツ9520メガヘルツ9430メガヘルツ6台のまま合計10メートルのアンテナを6台使用し最大合計600メートルの電波望遠鏡に相当する高解像度観測を行うことができる 開口合成型電波望遠鏡。星形成領域や星間分子雲、も、金帽系外銀河やクエーサー母銀河などの観測研究に活躍した四十五メートルミリ波電波望遠鏡と組み合わせて最大の分解能を実現するレインボー干渉系としても用いられていた二千七年三月をもって一般共同利用観測を停止二千十年三月で科学観測運用を 終了した。運用停止後に、最も新しい f 号機が、系統から切り離され、大阪府立大学がスパートとして運用している。濃ノ炉ーノー直径80センチメートルのアンテナ84台を、東西490メートル、南北220メートルの T 字型の線上に、配置した、太陽観測専用の電波望遠鏡。観測周波数は 17GHz と34。 ギガヘルツ。観測対象は太陽の全面である。撮影される画像はカメラで撮影したような映像で、プロミネンスや黒点などを視覚的に観察できるのが大きな特徴である。最高で毎秒10枚の電波画像を取得することができ、天候に関係なく毎日太陽を観測している。この電波ヘディオグラフは2015年度から国立天文台と名古屋、 大太陽地球環境研究所の共同運用に移行した。太陽観測の主軸が人工衛星に移ったため運用を終了する予定だったが、名古屋大や世界各地の研究者から運用継続の要望が寄せられたためで、今後の運用費は世界の研究者から寄付を募る方針。この共同運用化に伴い、これまで運用していた。 国立天文台の山太陽電波観測所は、組織としては2015年3月末で廃止となった。2020年3月31日をもって、意見による運用も終了した。ミリ波干渉系で、開口合成法を用いた観測を行うため、天文学分野では日本で最初にスーパーコンピュータを活用した観測所としても知られている。太陽電波望遠鏡に関しても、 その画像を得るためには大きな計算機種源が必要なため、これまた専用のスーパーコンピュータシステムを導入した。年末年始を除いて自由見学が可能である。また、毎年8月20日頃に特別公開としてイベントを行っている。ありがとうございます。